今回は、原石かけれるカジノ常設が一番面白いんだろうな、に対する反応集を見ていきましょう。原石かけれるカジノ常設が一番面白いんだろうな。そういえば頑丈茶室だっけ、あそこカジノだったよな。脇おば任務やってから態度丸くなられたけど、しょっぴかれたのかな、ピエン。カジノのままならカジノを実装してほしい。ドリーがカジノ作ってもらかけるのとか見たかったけど、賭場とかダメなんかな。谷間やへそですらダメだし。茶室ってカジノだったの、いかがわしい。お店か裏取引してる怪しい店って感じかと思ってた。どうなんだろう、怪しい店ってのだけは確かだったような。そんで脇おばが何かしらでオーナーになって、それ以降は何の店か不明。カジノは別に原石じゃなくて、もらやつぼコインみたいな何かと交換できるアイテムでいいから、やってくれないかな。1週間ベッド上限100万もらとかの安心設計にしてさ。カジノリアル課金ピエン。そだね、石砕いて樹脂使ってゴミ物がどんどん3分の1になっていくと思うとカジノだわピエン。家おばのサイコロ要素。地下施設でチンチロでもやるか。原神は掛け事要素が足りないような。カジノエリア設けろ。キャラガチャと生物ガチャじゃ足りんか。人から踏んだくるカジノがしたいんだ。さすがにガチャ石かけるのは無理だろうけど、モラでギャンブルするの楽しそう。カードよりこっちのがええわ。やりてえ石1600個かけるわ。ガチャの確率いじるんだから、カジノなんてやるやついないだろ。こういう想像を絶するレベルのアホいるから、実装してもらえるかもね。わら、カードゲームで原石かければ盛り上がるよ。大会がリアルファイトになるのでダメです。カジノ実装すれば虚無期間をうまく解消できるしな。ドラクエ10オンラインとかがいい例。あと福引きとかね。 FF15 はやったことないからわからんけど実装してるよね。昔 RO のエメサバの管理人やってた時に実装したことある。全モンスターに低確率でクーポンドロップさせて集めるとアイテム交換とか、こういうの実装すれば楽しみ増えるんだけどね。いかがでしたか。このチャンネルでは原神の反応集を中心に、毎日朝7時半と夕方5時半プラス土日は午後12時に投稿予定なので、よかったら高評価やコメントしてくれるトープ主のモチベーションにつながるのでありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。